今回はハードオフで NEC のメイトを買ってきました。パソコン系ジャンカーならスルーすることができない魔性のメイトです。なぜ買ったかというと、ネハレム世代の囲碁のシール、もともと Windows 7 Pro が入っていた。プロ版の憧れ。 HDD がないだけ、傷汚れは気にしない。それでお値段なんと、うぷ主がシールを剥ぐのが下手くそですいません。値札が裏面にもありました。税込み1100円。ど田舎のハードオフでは見かけない価格なので、ついつい出来心で動作確認もせずに買ってしまいました。衝動でジャンク PC を買うなんてもはや病気です。それでは分解です。メイトの分解はとても簡単で、ロックレバーをスライドして、カバーを少して前に引っ張り持ち上げるだけで開きます。すごく簡単で便利です。さすがジャンクです。開きません。悪戦苦闘すること10分。なぜかひっくり返して引っ張ると開きました。開いてから衝撃の事実が判明します。メモリーがありません。DVD ドライブの SATA ケーブルもありません。ジャンクなんでしょうがないです。こうなってくると CPU があるか不安です。CPU ファンを外してみます。CPU はありました。一安心です。iGo の650です。グラボがない時点で薄々気づいてましたが、600シリーズです。Core iGo 600シリーズは、2コアを実装するデュアルコアで、コア2ディオの後継 CPU に当たります。CPU にグラフィックコアであるインテル HD グラフィックスを内蔵してあります。なお、コア i5700 シリーズは4コア実装のクワッドコアで内蔵 GPU がありません。とりあえず手持ちのメモリー 2GB×4 枚と、SSD120GB をつけて、動作確認をします。問題なく起動できました。CPU とメモリーもしっかり認識してます。SSD は差し込みが浅かった。作業には確認が重要です。サクッと Windows 10を入れます。編集の力で一瞬です。とりあえずシネベンチ R10 を、OpenGL。カクカクです。1.66。紙芝居レベル。HD グラフィックスもせめて4000番台からかな。次に CPU 性能を測ります。マルチが 238CB。こんなもんです。YouTube も動作がもっさり。動画はなんとか HD で見れるレベル。Windows 11も入ったが、画面に残像が残る。残像の場所だけくるくるする。 CPU が弱いのかメモリーが弱いのかグラフィックが弱いのか謎ですが、他の使い道を考えてみます。皆さんはレカルボックスってご存知でしょうか。古いパソコンをレトロゲーム機にできる OS、 ゲームエミュレータ専用 OS がレカルボックスです。導入はとても簡単で、レカルボックスのイメージデータをダウンロードして、ラズベリーパイイメージャーなので SD カードに書き込み、PC にセットして起動するだけです。あと、自分の所有しているゲームからロムの吸い出しをしてください。じゃないと法律に触れる場合があります。ご注意ください。ロムデータをいちいち準備するのが面倒くさい人用にフリーのゲームが準備してあります。ロムデータがなくても暇つぶしになりますよ。SD カードの準備が終わったので、早速、つなげてみます。SSD は必要ないので外します。USB メモリーでも良いですが、手持ちがなかったので SD カードにしました。SD カードを挿します。コントローラーをつなげます。しっかり差し込みましょう。準備完了です。自作 PC もメーカー製 PC みたいにフロント周りの配線が楽だといいのにと思うのは私だけでしょうか。
ちょっと時間がかかりましたが起動できました。見たことがないエミュレーターがいろいろあります。ここからはコントローラーで操作します。システムセッティングに言語の設定があります。ランゲージを日本語にします。再起動をします。再起動したら日本語になります。あとはコントローラーの設定をします。指示に従って入力するだけです。フリーゲームをプレイしてみます。ブレードバスターです。このゲームは2分間、5分間でのスコアを競うキャラバン形式で、古き良き、撃たれる前に撃つ爽快感を持ったゲームになっています。ブレードバスターはパブリックドメインのロムです。パブリックドメインとは、著作物についての知的財産権が発生しない、すでに消滅した状態、著作権フリーのことを、パブリックドメインと言います。要するに、作者が自由に使用していいよってゲームです。けど似たようなゲームを知ってるような、人間の記憶なんて曖昧です。BGM もどっかで聞いたことあるような。多分、耳の衰えだと思うので気にしません。10年以上前のゲームになんかあったらとっくに、最強の N 天堂法務部によって潰されてるでしょう。PD-ROM で検索するといろいろなゲームがあるので、レカルボックスに入れてみてください。入れ方はヨウツベで検索してみてください。猛者がいっぱいいます。ゲームの話に戻りますが、ショットはオート連射、セレクトボタンで速度調整。長年鍛え抜かれた16連射の必要はないです。プレイしてて時間を忘れ飽きが来ないです。2面までしかないですが、スコアを争うタイムアタックなので、家族や友人と競うのも楽しいですよ。次回作が気になりますが、出る気配がありません。続きが気になります。今回は何も考えずに買った、メイトの話でしたが、どうだったでしょうか？Linux OS を積むか、ロープロファイルのグラボを積めば、まだ、現役で戦えそうですが、レトロゲーム専用パソコンが1台あるのもロマンですよ。今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。ゲームをしたくなったら、チャンネル登録と高評価を、お願いいたします。バイバイ。